ーとして有名になりたいんです。あ、ミッションをね、つばきさんに与えますんで。ミッション、本年もよろしくお願いします、今年も太陽に乗って頑張っていきます。どうぞ皆さんもバリバリ行ってくださいね、どうぞ今年もよろしくお願いします。じゃあ乾杯しましょう。乾杯ということで、新年初聴講は渡辺釣り船店さんのお店からスタート。ポイントについたら釣り返しです。今回もツイキャスの音声込みでお送りします。正明吉永さん、初魚頑張れ赤い簡単風、ジンタンさん、割とマジで関光さん、おはようございます。遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。全然遅くないよ。ジンタンさん、明けましておめでとう。コンペイトー超無理やり。明けましておめでとう。コンペイトー4メーターぐらいで。霧島くんさん、今年最初の魚さん出てこい。お茶かにゃちゃん、おふくろさん、お茶かなちゃん、お、来た来た来たよ。ふぅ、新年初フィッシュ。ゲッチョー。私の徘徊中さん、両下飛行機飛んでくね。母ニンダさん、おめでとう。クラッカー。西井さん、宝くじで300円当たった気分や。ニゴロウさん、おめでとう。コンペイトー、来た来た来たよ。ユーリーちゃんさん、サクサク巻いてるズバッティ見ると小さいの先読みできる。あれま、先読みされちゃいましたが、ちびっちょ2匹目、同じサイズ。おとんさん、かわいい。うどんギャラクシー、まさチョコさん、そのサイズが先に食っちゃうんだよね。アッサムさん、食ってるイコール引っ掛けてる。引っ掛けてないし。ユーリーちゃんさん、ランカーサイズ来たらズバッティの声が2段階低くなるはずや。ジンタンさん、かわいい。マサジーやっと徘徊中さん、忙しくなってきました。W お塩さん、少しずつ大きくなってる。キュウリーちゃんさん、下に池座って引っ掛けてるだけやろ。違うわ。あ、よし、釣れるね。ジンタンさん、すごい釣れるね。 W W マジラセルしかない。パチパチ。おとんさん、かわいい。マサジーやっと徘徊中さん、やるね。まあな。レイレイやっとランスさん、ウニ狙いです。ニゴロウさん、ウニ狙いか。ウニ狙いじゃねえからな。はっ、アスタムさん、来た来た。ボロさん、ゴーゴー、連続おめでとう。関光さん、絶好調ですね。来た来たよ。あ、来た来た。11匹目オッチ。ちょっと来た、ちょっといいんじゃない。来た、ジンタンさん、大きい。今ドーンって来たぞ。鹿島さん、やった。レイレイアットラウスさん、お下げがキュートです。ありがとう。進撃の大根軍団トウモロコシキスマークさん、今日むっちゃええ感じで数釣れてる。はい、はい、来たよ。はい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 、ガッチリ今回はかかってますな。お、今回はちょっとでかいかな。なんだ、背がかりか。タイガーオソング、すげえ14匹。あ、もう釣れた。人劇の大根軍団トウモロコシ、キスマーク、さん、これで15匹目。タイ、レイムーさん、まるで量だな。 W、レイレイアットラースさん、名前書いといて。ブルーアット星、大隅つまき、浸水師さん、釣れすぎで次の魚の米間に合ってない。 W、トトカズユキさん、イワシアジが群れて切断したら網ですくって1000匹でも短時間ですくえる。イワシアジなんか餌としてしか出口がないけどね。ムカツキさん、手袋製の。ハットリさん、ライン67号など。またまた来たよ。なんだ、すげえ飛んでたぞ。レイレイアットハウスさん、ホールで食ってる感じだね。そう、ホールで食ってる。17匹目。
よし。お、ちょっといい？ちょっといいかもしれない。ちょっといいかも。ちょっといいか。はい、18匹目。キューピーちゃんさん、ポッポ放送、レイブーさん、よさげ。今上がらなかったもんね、一瞬。キューピーちゃんさん、背びれがかっこよいよね。ナイス背びれかっこいいよね。石井改めジーナナゴさん、19。あ、もう釣れたし。はい、釣れた。ヤンカラステイアイさん、初釣りだからだ。初釣り調子いいですな。キューピーちゃんさん、バスレボリューション21。バスレボリューション21。言いながら、万事水木万事さん、楽しい。直木急祖母カックスさん、バー、グッドモーニング。グッドモーニング。うん。お。さっきから魚が宙を舞ってる。スポポンスポポンスポポンスポン。アルティメイトジョニーさん、おー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 、釣れたらららららら、さん、エイチ、ハンバーグにしたりとか工夫すれば、結構美味しいよ。30匹目達成。はい、はい、はい。大きいの狙いに行くって。ということで、デカシーバスゾーンへ移動。ありがとうございます。デカポイント到着。ここからは目線カメラと同時にご覧ください。アッサムさん、意外と75センチの方がバレにくいかもね。逆にそうかな。阿部光さん、今年こそ 75cm 釣る今日がその時や。アッサムさん、落ち着いて、ね、丁寧に。ソラチャビさん、うん、上州屋のホームページに椿さんが載ってましたね。ありがとうございます。 WW 一重三電池さん、31ってことは群れにドンピシャで当たったんだね、すごいな。そう、さっきね、今ちょっとね、タンカー周りだからね、ポチポチ。アッサムさん、目指せ閲覧数。岡安さん、お正月から釣れてるね。アッサムさん、110匹。110匹、むずいわ。でかいの100匹って計算していい？アッサムさん、来たよ、来たよ。クールなおっさんさん、爪気をつけてね。ドグマさん、来たわ。岡安さん、お。ありがとうございます。デッカちゃん、デッカちゃん2匹目。デッカちゃん、アッサムさん、70センチオーバーなら100匹分でいいよ。ドグマさん、いいサイズの2号い。いえ。てことで、2匹連続デカシーバスをゲットして今回は終了しました。って感じで、気になる大きさは55センチと60センチでした。ミッション
達成ならず。くー、悔しい。しかも今回の合計32匹、後でホームページを見てみると33匹の人が竿頭でした。くー、ダブルで悔しい。でも新年初兆候いっぱい釣れて気持ちのいいスタートになりました。この動画をいいと思ってくれた方はグッドボタン、チャンネル登録ぜひぜひよろしくお願いいたします。ご視聴くださいましてありがとうございました。